ご利用誠にありがとうございます。はい、今回はこちらは生誕になりますかね。はい、このちょうど首の付け根あたりですかね。はい、こちら、黄色いシミが確認できますけれども、カラー剤が付着したということでね、ご依頼いただいております。はい、表側から見たところですね。はい、後ろになります。素材です。素材も確認させていただきます。はい、レーヨン 77%、 ナイロン 13%、 ポリエステル 10% の混合のおしまいになります。はい、そうですね、ちょっとまあ通常と、違うのはね、スリットが使用されているおしまいになりますので、ね、ちょっとまあこのスリットを、ね、破壊しないようにね、気をつけながら処理する必要があるんですけれども、はい、まあ、まずは進めてみます。手順としてはそれほどね大差ないんですけれども、スリットが入っていることでね、使用できるシミ抜き剤がね、一部、限定される、まあ、そういったことはありますけれども、表側はなんとか取れましたね。はい、裏ももう取れてますかね。はい、まあなんとかね、取れましたね。はい、まあ軽傷だったんでね、まあ、除去できましたけれども、もう少しね、濃く付着していたりすると難しかったかもしれませんね。はい、でも良かったです、それで。はい、ご利用ありがとうございます。